伝説もあともう一つナビスコカップが、手拍子で後押しします。湘南サポーター、もうナビスコカップの岩田さんとやっぱりあのこうキックオフと同時にああいった動きを見せたりとか、もう若い選手神谷と斉藤が非常にいい動きを見せたということでオフサイド、うまいターンですね、横谷がいいターン、あんまり人はかけれないですよね、近いサイド縦へ通して菊池大輔、イエラがコースアウトサイドでかけてるボールです。そしてここからは逆サイド、ここは石川が入っていって少し流れを変えながら、中山チームじゃないと思うので、まあ、少ない中でいかにね点を取って、奥井が縦に入れる、すごいのクリア、石川キリド、もう一度石川、石川がボールを持っている、中山のクロスね、さあその裏のスペースを使ってくる横浜、11番の斉藤が左サイドでボールを持つ、中には富樫啓真、そして遠藤健太も入っている、下げて中村、右足、そして左足、湘南シュートを打たせませんでした、16番の石川俊樹です。まあ、ここもいい対応しましたね、人数をかけてシュートブロック、そしてしっかりとボールに対してアプローチもいってますから、この石川俊樹、去年は15試合出場にとどまったんですが、今シーズンここまで全試合に出場です。今日も 4-3-3、 中盤の底の位置を任されています。この一戦です、16番の石川、15番の長谷川、ミドルシュートを放っていきました湘南です。17番の富樫、1対1を仕掛ける、ただここの対応、16番の石川です、はい、その部分は間違いなく持っていると思いますけどね。ボールが入った石川、藤田またかという気持ちにさせることが大事だということで、とにかくマリノスは先制点が大事だという意識を持ってこの試合入ってますね。16番の石川がドリブルで前に運ぶ、ボールがこぼれて15番の長谷川、16番の石川のシュート、ここはイークラがキャッチしました、のエリアを狙って、はい、まあ、ロングシュートというものを意識してのクロスボールでしたね。ゴールデンウィークを2日目に行われている横浜対湘南の一戦、石川から裏へのパスが通る、11番の藤田、中村俊輔、原と下田、藤田落として石川、今日はこの石川、10番の菊池、10番遠藤がなんとか前線につなごうというところ、湘南がボールを奪って中町、横浜ボールに変わります。今シーズンはキャプテンが高山に変わりました。高山にとってはキャプテンになってから初めての勝利ということになるかもしれません。見ることができました、湘南の選手はもう倒れ込んでますね、全力を出し尽くした、本当に死力尽くしての勝利ですね。一方の横浜 F マリノス、上位を追撃するためにこのゴールデンウィーク連戦の初戦、白星が欲しい試合でしたが、サポーターの前で悔しいシーズン初連敗ということになりました。
して生かしてくれる選手を早く見つけるかっていうところね、大事になってきますしね。ボール支配率全くの今は5分という数字になります。キムミヌどうするか、あとここでキムミヌファウルです。石川が奪っていきました。藤田正人拾っていきます。サガン鳥栖ボールになる。藤田正人前に送る。キムミヌ藤田正人、そしてチェソン軍から高橋良樹、揺さぶりながら球を行いますが、谷口、吉田シンプルに前に送る。さあ変わった早坂がボールが流れておりますから、キーパー の、そのキックの質っていうところもね必要になりますよね。岡田ちょっと見合ったような形でした。結果的につながっていきます。ここはチャンスですよ。ただボールが流れていきます。さらにボールが流れてなんとか収めた。さあチェソン軍からシールとのアンカーの横のスペースをうまく利用したいという狙いは強いと思いますね、うん、それから今度は上福広志立っているというか引き察知能力ですよね。前田がご覧のように前にいて、左に阿部がいます。右にはそして田辺が高い位置、その下に代わって入りました橋本が支えます。結局湘南の方も相手が攻めてくれないと。いいダッチですよ大槻。さあ持ってこれるかな。お前入れた。おそしてうすごいです。いいところを見ていました阿部。こういうところでもらう動きうまいですよね。うまいですね、まあ、そして今度はファールがあってずっとね相手の裏を、はい、で嫌なところいつの間にかここに来たん、ね、でファールできないようなところのボールを置くんですよね。はい、この1点差では FC 東京も安心できません。にわかにシュートの数も近づいてまいりました。湘南に欲しいのは枠内シュート。ただこのところ数少ない中主力的に動いてますよね、うん、で橋本健人が、ね、入って、はい、高橋入れたと並ぶかなと思ったんですよ、ダブルボランチとして、はい、まあ、かなり両高橋入れとの脇を使われていたので、うん、まあ、でもそのままですよね、はい、見た感じだと。
まだまだ湘南の方はそういう意味ではチャンスあるでしょうね。あの場は今日まとまりましたね。まとまりましたね、なかなか突破は許しませんし、カウンターを何よりも封じてますよね。封じてますね。そうですか。行きたい反面、ちょっと怖さがあるなっていうぐらい。なるほど、大丈夫かなっていう。ちなみにリオデジャネイロのオリンピックは8月の5日にナイジェリア戦、8日にコロンビア戦、11日がスウェーデン戦というふうに、まあ、組み合わせ厳しいところになってますね。そうですね、まあ、高山であそこで1対1どころか2人相手にしても抜きにかかるっていうところまで期待したいですね。はい、調査もね、新です。それと高山と花とこの辺りが攻撃に絡んでいきます。高山です。左サイドの起点です。ここはガンバもしっかり人数は戻っています。細かいドリブル、左サイド、奈良は今日は左サイドからクロス上げていきました。クリア、こぼれたところシュートいきました。入った、先制ゴールは湘南です。先制ゴールは湘南、中で湘南が先制しました。ご覧いただきましょう。そこ完全にフリーになりました。宇佐美が動き出した、前を抜け、ね、激しさが増してきました。ピッチ内、アニメソンシュートいきました。スリーバックの島村が上がってきました。島村も攻撃参加、追いつかなくてはなりません湘南です。右サイドの藤田、藤原がつきます。宇佐美をかわして中、湘南打ち合い、点の取り合いです。それは本当にすごいなと思いますね、はい。まあ、逆に言うとそういう風にうまく使っていかないとなかなか穴埋められないですからね。まあ、今日も新加入のメンバーで言いますと花と陣、下田、キーパーの村山、この辺りは新加入のメンバーです。菊池大輔、高山が行きます。奪って小林、カウンターのチャンスは対応、張監督は気にしてました。高山はちょっと変えづらいですよね。走れますしね。リサを切り返します。菊池大輔、こちらは裏を狙います。コントロール、技術というのが一番重要ですからね、はい。プレッシャーの中でこう枠に飛ばして決めていく技術を決定力というんですけどね、はい。これはただいいアクセントにはなっています。そうですね、中川です。中川ひろと、中川また外だ、ボックスの中にはスタンバイ、シュート、ゲット、素晴らしい。